正直マジでやりたくね。あの15時間ぐらいぶっ通しでやったのね。夕方の6時ぐらいから朝の8時ぐらいまで。それであの結構最初の方まで落ちて、あのしかも普段絶対にミスらないようなとこで、俺そこでね血管が切れちゃって、なんか何したか覚えてないんだよね。もうブチって切っちゃってそのまま配信をもう何にも、もう最短距離でマウスカーソルをスーって動かして、でそれで理性が飛んだと思いきや、ちゃんと俺あのスキヤウーバーイーツで注文してあの高菜明太マヨグーディオンを食って寝てるから、そこら辺はちゃんと意識はあったんだろうな。でさ、俺前回のアーカイブ見直したんだね、やっぱり。そしたらね、飛び越しちゃってることの方が圧倒的に多かった。今なんでジャンプしたの？あのさ、届かないことよりも、飛び越しちゃって落ちてることが圧倒的に多かったから、やっぱりその、思ったよりも、その手前だったら掴めるからさ、最悪。だから、ジャンプの量は、ちょっと控えめに行こうかなって気持ち。例えばここもちょっと控えめに行くだけで掴まれるんだよね。うん。学びだ、これ。めっちゃベッドとか飛び越して落ちてたもんね。だからね、それを含めてもね、あ、もうここまで来た。で、ここでクラーク博士に挨拶して、ボーイズビーアンビシャス、あややトゥーヤしてから、で、ここも、まあ、ここは飛び越える。なんだかんだ言って12時間とかずっと見てくれる人とかもいるらしいから、そういう人たちは多分ね、俺にもう未来を預けてるんだろうな。俺に人生を預けてるぜは、さすがに切れてくる。まあそりゃそうだよな、もう。だってね、正気の沙汰じゃねえもん、あんな配信12時間も見るなんて。正気じゃないようなことをしてるってことは、俺にもう人生を預けてるんだよ。やばい。お前の人生借りるぞ。お前の時間奪わせていただこう。時間泥棒。でん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 。ガチ恋せ。だって俺 DM で怒られたもん。あなたには失望しました。すいません。返信は基本 DM しないから、心の中で謝っといた。しかもさ、俺がぶつ切りした後さ、俺ちょっと米監視してたのね。そしたら視聴者もだいぶ荒れてて、まあ何件かブロックしちゃったんだけどね。まあ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 連投はする方が悪いからな、しょうがない。それはルールが、唯一のルールがあるから。連投は別に俺イライラしなくても消すから。ダメだよ。気をつけてね。よし。手元見せろ、お前プレイしてないだろ。誰がやってんだよマジで。やだろそんな、さらされるリスクの方があるだろうが。実はあの時代行してましたみたいな、その時俺のもう配信者人生は終わるわけだからさ。このカタカタターンの音とか聞こえるじゃん。でもなんかそういう疑いかけられてた VTuber とかいたよね、 FPS で。スコールサックス。だから VTuber ってやっぱそういうのねえ、やっぱさ、顔を見せずにさ、姿を出さずにやってるから、やっぱ常に代行を疑われるっていうのはなかなか損な役回りというかさ、かわいそうだよね。本当にやってても疑われるっていう。でここは落ちない、落ちない、落ちない。ここ落ちたらもう病気よ。ここ落ちる気がする。ほら。落ちてからジャンプが間に合わへん。よし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 。よしよしよし。分かってんなら踏むんじゃねえよ。バカ、本当に死ねえよ。で、ここら辺で確か罠あったよな。道と見せかけて道がなくなってるみたいな。回転オレンジエリア。そういうのもあった気がする。で、ここでちゃんとストレーフして、ここは普通に登ってよくて。あ、順調だ。あっ、そう。でも恐竜、俺ガキの頃恐竜マジで好きだったんだよな。だからザ恐竜ってさ、なんかディアゴスティーニみたいに、なんか双眼号だけそのなんか蛍光塗料が塗ってあるなんかその骨のプラモみたいなのが、そのディアゴスティーニみたいにパーツごとに、例えば双眼号はちょっと多めに入っててみたいな、で全部全巻揃えるとその骨の恐竜が完成するみたいなさ。
親に買ってもらってたんだよな。そしたら親がめっちゃぼやいてた。なんで創刊号だけ100円なのに次から400円取るのよ。ブチギレられてた。うん、難しいよな、そこは。やっぱ向こうの策略にうまいことハマってたんだろう。創刊号は赤字が出るようにできてんだ。初回無料みたいなさ、あのメンズクリアみたいな感じな。あのなんか最初は980円で施術できますとか言っといて、実はそれはあの10万以上のコースに結局入らされるみたいな。でここはダッシュジャンプつかみして、でここはダッシュいらないんです。でここ落ちたら死ぬってこともちゃんと考えてね。よし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 、うわっ、ごめんごめん、なんか今死んだ時の声出た。脳が死んだと錯覚したんだろうな今。認知科学だこれ。今確かに脳が死んだと錯覚した。にゃっ、頼む頼む頼む、致命傷で済んでくれ、致命傷で済んでくれ。テクスチャのせいでどこまで表示されてるか分からへん。うわどこだここ。でもね、今日集中してるから多分意外とあっさりいけるんじゃないかなっていう風な。タップダンスしちゃった。あの捕まると思って、捕まろうと思って乗った時マジパニック出る。これだけは本当譲れない。マジでパニック出る。ちょ、マーシンじゃないんだよ。捕まれると思って捕まれなかった時だから。ここたまに引っかかる。でやっぱりあのね、迷宮壁ラビリンソウルつらいから。いやここでも簡単じゃないこれ。普通にこれジャンプするだけでしょ。であとはもうマイキーを入力するだけ。なんならこれここまでいけるか。押す押す、うおおさらなるショートカットだ。超えた。かなり攻めたね今。攻めた結果だ。攻めた結果成功した。いいな、この空飛んでる感じ、なかなかいいね。酒焼けがすげえ。これダッシュジャンプで頼む。はっ、9万。八尾チューハイだ。え、なんでモノクロになっちゃったよ。そう、ここに来てホラーゲーになるの。ちょっと待って、この時間のホラーゲーマジ助からん。なんで？え、ホラゲーなのこれ？ん？頼む、ここでなんとか。今捕まったよ！うわー、まあここでよかった、致命傷だ。よーし、でここでここよく落ちちゃうの、なぜなぜして、で乗って、どうしよっかな、もうウーバー頼もっかな。でもさ、配信中にウーバーさ頼むリスクってのが俺だけにあって、あの闇バイトがその同じ時間に派遣させてウーバーイーツのふりしてたらどうする。マジで怖くね。しかもウーバーイーツって結構さ、あの普通のさ、そういう制服とかないじゃん。それ言うなっていうか、普通に今まで やられたことを考えたらそれぐらい考えてるだろ。出前館にしろ。あの出前館はね、前あの俺が社会人時代に一回あの
間違えちゃって受け取れなくて、あの俺がチャイムに気づかなくて、で俺出前館出禁になったんだよね。出前館で二度と注文できなくなっちゃった。これは別に配信者としてじゃなく、あの普通に俺の慢心で。もしかしてさ、これベッドで大仏まで行けるか、そのためのこれだよな。あれベッドで大仏まで行けるよな。だってその進行方向にあるってことだから、まあ落ちたら元も子もないんですけど、そのまま感性でこっちに向かって揺れいけんのか。鈴木ただいま、よかった、ここでよかったわ。ちょっと待って、なんかあの変な音する、なんかあのあれなんだっけ、ミスターインクレディブルのミームの時の怖い時の音がするわこれ。デデ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 ンデンデデデンデンデレレレレレデデン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 、うお、これ落ちるんかい。その音やめてよマジで。大丈夫大丈夫大丈夫、あそこあそこ落ちる、あそこ落ちる、あそこ落ちる、ここ落ちる、ここ落ちれるから、どんどん、おい、なんで、ちょっと待って、はじかれるなあ、は何、はな、なんで掴めねえの、なんで掴めねえんだよ、な、な、何、はなんで、の、の、なんか、は、なんか判定が、判定がある、判定がある、どころ、どういうこと、は、なんで乗れねえの、なんで乗れねえの、ちょ、はぁ、でも、はぁ、乗ればいいじゃん、せる、苦しい、マジで、うわ苦しい苦しい。あとね、でもなんで苦しいのにちょっと耐えてるかっていうと、あのちょっと動説が1枚いったからなんですね。ちょっとそれで機嫌が治ったというか、やっぱり俺数字に取りつかれてるからさ、あの機嫌が治った、それでちょっと機嫌治ったよ。大丈夫大丈夫、これ耐えてるよ、うん。今コメント見てるけど大丈夫？まずは眼力で黙らせるといいね。でこれだけだとなんか普通に信頼性がないから、ちゃんとした連投コメントをしっかりと一人追放するの。これこういうこの威嚇射撃によってあの事実に変わるんだよな。ちゃんとこいつ消す人なんだっていう、一人犠牲にしてちゃんと消すっていうことをアピールしていくと。よし、わかんない、なんか大江の高行、大江ちゃんラブってやつが無限に連動してたから殺してあげましたわ普通に。うん、これで言論統制って言うから世の中から犯罪なくならないんだろうな。これは言論統制じゃないです、普通に邪魔なんでゴミ箱に送っただけです。はい、俺が本当の言論統制するときはあのバラとかで聞いたときです。大丈夫です、一度も落ちずにあの場所まで戻ってきてやるよ。っていうかやっぱ最初って簡単だったんだな。こういうなんかさ、あの RPG みたいにレベル上げるゲームももちろん好きだけど、こうやってさ自分のプレイングがなんか上がったっての実感できる、音ゲーとかもそうなんだけどさ、そういうゲームっていいよね。セキロとかもそうだし、なんかあ俺自身が上手くなってるんだこれみたいな、そういうのを実感できるっていうのはかなりそのいい気持ちになるというかさ、うん。
ここで頼む。ここで手を打とう。よし。いい曲だよな。ちょっとうろ覚え。ガーネットクソうろ覚えないんだよな。でもね、まだね、メンタル的には非常に安定してる。次落ちたらちょっと危ないかもしれない。集中力が明らかに切れてんな。一回ちょっと集中するか。集中。ここはしっかりの久子賞リンアップだ。ここはちょい押ししてよくて、でここで入力する。でここダッシュジャンプでよ。あ、変なリズムになってきた。これよくない空気、これ非常によくない。これつかまれ。バカなのかお前は。一旦コメントを見ないことを選択。絶対荒れてるから俺は逃げる。これはもうコメントからの敗走、涙目敗走。分かってるんだよ、俺が許されないことをしたっていうのは。見ません、コメント見ません。これは俺の逃げ選択、見ない勇気。見ません。嘘です。しっかりこれで連投予備軍みたいなの消せるんだよな。マジでこう、もう低能ばっかりで助かるわ。本当に見てないって言ったら本当に見てないと思ってくれるんだもんな。そしたらもうなんか連投をかましてくるやつがわらわらとゴキブリホイホイみたいに捕まってくれるんだよな。マジで助かるわ。でこの間に俺はエゴサをするんすわ。基本的に俺1日1000回エゴサしないと気が狂っちゃうからさ。ゆうたちょっと見に行ったら連投しかなくてコメント欄終わってた。言われてるぞお前ら。マジでほら俺こうなるのが嫌なんだよマジで。その初見がドン引きするようなコメント欄をあんまり目指したくなくて。それで帰っちゃう人もいるからさ。自業自得。確かに界隈に文句言え。確かにな。まあなんなら俺のコメント欄まだマシな方まであるからな。俺は恵まれているのかもしれない。もしかしたら十分恵まれてる。素晴らしい。捕まりなさい。終わったわ。マジで終わった。どうしよう。せめて分かった。せめて分かった。だっ！すいません。わざと落ちるのなぜなぜ。はい。で、ここでエゴサか。お、ゆうた頑張れ。最近ゆうたのピアノ弾いてる切り抜きばっか見てる。配信見ろや。今日は CR カップか、ジャス、ボド、マザさん見てこか、たまに言うた。
すげえ、CR カップのあれか、マジか、そういうブレイクにたまに俺を見てくれたりしているんだな。ありがとうね。まあ、たまにがちょっとチクッときたけどね。つまようじレベルだけど。ちょっとチクリとね、山椒がピリリとちょっと辛いみたいな感じで。いつ面白くなりますか？何も言えねえ。前が見えねえ。何も言えねえよ、俺には。正解がないよ、そこには。不毛じゃない、でも。面白さは自分で見つけるもんだよ。人に聞くな、面白さを。自分で見つけ出せ。大人は教えてくれないんだ。あー、でも、くっそ、楽しいな、でもこれ。やばいな。ここは冬だから。すげえ、クライマックスみたいになってる。そしてなんかすごい映えスポットみたいな自撮りの画面になってる。すごいな、カメラワークもちょっと空気を読んだ形になったな。もうこれでもこの曲やんだ瞬間ちょっとでも満勢具いたら全員殺すけどね。ここだよ、ここ。しかも今完全にもう下手とかいうレベルじゃねえよ、もう。なんで今、なんか乗船前に、なんで着陸前に落ちたの、俺。よし。マジで満身だ。満身、バカすぎる、本当に。憎い自分が。これ大丈夫か、一旦帰るか。あれちょっとイプスになってんなこれ。あれイプスになってる、どうしよう、ちょっと待ってね。
さあ、おもかじいっぱい。こっちに標準合わせていけ。よし。で、セミと。打足と海優太のツーショット見た。見た。しかも、そのちょっと前に俺とのツーショットも上がってるから、なんかざわつき始めてたよな。別にそんな、何もやましいことはございませんよ。ただただ、ね、今日の深夜1時ぐらいに、打足さんになんか呼ばれて飲みに行っただけっていう話。それ以上でもいいかでもない。あ、楽しかったよ。久しぶりに打足さんとも久しぶりに会えたから。これが運命だ。本日いただくのはこちら、高菜明太マヨ牛丼でございます。いや、これマジでね、いや、いい肉使ってんだ俺が。うまっ、うまっ、うまっ、うん、うめっ、もっとがっついた方がいい。オッケー。あー、俺前回の配信になかったのこれだ。そう言われて育ってきた。そこだけが俺の誇り。ああ。うめえ。これ頑張れるわ俺。シャキッと。ああ、ごちそうさまでした。ちょっとピザトラウマないやって。またピザだよ。あー、落ちるなよ。あー、ドラゴン、ドラゴンだ。逃げろ。うわー、やめ。あいつ殺すぞマジで。どこだよ。そしてここはこいつ、ムカつくな。え、あれチートじゃない。あれやられたらもう俺やだよ。やだ。うわっ、
知らん。マジドラゴンに心を狂わせてた。ドラゴンに心が持ってくる。ていうか、あのシャンパンあんなワープがあるのか。あれかなりありだな。5時間前と同じところじゃん。悔しい。やめちまえよマジで。お前下手くそだ。下手くそすぎる。下手くそすぎる。どうなってんだよ。同節2000減りましたよ。いやもう全員マジチャンネルフォロー外してくれたもんか。罰が足りてねえよ本当に。こんなんで済ますな本当に。そんな生っちょろいことやってんじゃねえんだよこっちはよ。でまあクリアした時に戻してもらうと。しないっす。サブスクも抜けてえか。入ってもねえやつが言うな。殺すよ。おしっこ行ってくる。もう漏れちゃった今ちょっと。ねえごめん、パンツ濡れてごめん。チュッ、パンツ濡れてごめん。メス。落ち着いてくれ俺。来た。ここか。ここで降ろしてくれんのか。スペースコロニーだ。いいのか。もう立ち上がるぞ。ちょっと待って、掴めない掴めないで、掴めないどこにも。は？は？わけがわからん。ゆうたすごい落ち方しててもあのたびに。あれはやっぱり前人未到の。やっぱり過去類を見ない落ち方だったんだな。あんなんわざとできたらもう俺3回クリアできてるわ。あー苦しい。あと初見の場所ってなんかさ、たまたまがチンチンしない。なんかどれが正解か、俺の中での正解がまだないからさ、セオリーがない分ちょっとかなりたまたまがチンチンするんだよね。語彙力がどっかに。語彙力もオンリーアップしたいな。マジで語彙力がオンリーダウンしてる。下が見えんの怖い。ごめんね、悪気ないな。いやお前何やってんだ。お前今の本当にお前なひどいぞマジで。野党俺を殴ってくれる人
さ、家事代行みたいな、暴力代行みたいな俺をマジで踏襲したいやっぱ無理だ俺、やっぱ今しめてるくれる人がいないと俺無理だよ、クリアできないよこの一生だよ。今手挙げてるやつくそ、でも実際あったら日和るくせによ。しかもロシアンルーレットみたいな感じで10回に1回 俺普通に殴り返すからねそれはもうあの鈴木式ロシアンルーレットだから。やべ怖い怖い、あいつ殺すからな、見てるな、マジで。エアポッツまでは、殺すぞ。あのドラゴン闇バイトで雇われてるどうしよう俺今日だけで多分相当ハゲたぞ。200本は抜けたと思うけ、いや200で済むか。人間の毛って結構生えてるからな。これこのままあっちに行けんのか、いやこれは遅すぎるな、さすがに俺がメスなのが良くないんだけど上手くなったな、発想飛びだ。てんてんてんてててん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 。あ、もう代行でいいよ、もうじゃあもう誰かポリスマン、誰かもうじゃあ代わりにやってるよ、もう無理よ代わりにやってよ、いいよじゃ代行でも。おい今のだって無理じゃん、だって翼じゃないとこにも判定あるんだもん、あいつ翼と、ああもうダメだ、ああ一旦休憩だ、ああダメだ、どこだここ、矢奥に、屋内に来ちゃった、謎の屋内に、どこだよこれもう、ああ頭がおかしくなる、あこっちか、スタイリッシュなんだ今の、マネキンみたいになっちゃったよし1回分もらったぞ、1回分もらった、寿命もらったんだ。あお馬さんもいる、お馬さんのロンド、てててててん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 てんてててん、しふなえ、どこ行けんだこれ、これ乗りゃいいの、この最後の晩餐の、最後の晩餐の、あれ一旦緊急会議緊急会議、今ちょっとダッシュジャンプしなかったから、あの飛び越えられそうな雰囲気がしました。こうです、怖かったんです雰囲気が。
これダッシュジャンプいらないのかもしかして。これでどう？We are in this world to gain experience, and in order to gain experience, we need to move forward. So the meaning of life is in life itself. Well, カルシウム、カロチン？何これ？僕は。なんだここボスが出そうな部屋。何これ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 。ああ！大丈夫なのこれ？進んでって大丈夫？いけんのか？いけんのか鈴木？これ入っちゃって大丈夫なの？マジで？おお、なんだこれ？え？上がってる？ん？あ、上がってるのか？おおおおおおお！え？なん、どういうこと？どこ行けばいいの？あ、あそこか。あ、サテライトに繋がってる。あれが最終ステージか。え、何このオレオは何？首痛え、首痛え。俺本当に普通にカスタマーサポートセンター訴えて返金請求するけどね。あ、オンリア V だ。本当に？何言ってるか分かんねえ。As a reward, you get a spaceship. Now you are the pilot of your life. You still have a lot to learn, but now you can do what you want and fly wherever you want. Open up new worlds and new heights. これ俺？え、誰？急に新キャラ出ないね、その FF9 のペプシマンみたいなさ。あ、ガガーリンっていうのね。あ、やった、まだここがクリアお目に変わってる。あ、やばい、オンリーアップ、ゼエンド。長かった、長かった、20時間かかった、20時もっとかかって、20ちょうど22時間ぐらいか。あー、22時間かかった。あー、長かった、長かった。あー、終わった、終わった、やった、もうやんなくていいの、やった、クリアした喜びよりももうやんなくていいってのがすごい、ありがてえ、助かった、助かった、やった。俺こういう、なんだろう、なんか高難易度系のゲームって今まであんまやってこなかったからさ、本当に一生クリアできないんじゃねえかなって思って、本当にいけた、やれた、やれた、やれた。おい、さっきフォロー外したやつ戻ってこいよ、見てんだろ、出てこいって、物陰に隠れてないでさ。いや、マジで嬉しい。もう夢に、昨日夢で出たもん、俺。もう夢で俺、本当にオンリーアップで落ちる夢見て。またやんのか、俺はこれを、みたいな。RTA 見るか。もう、俺だってやんないもん、二度と。二度とやんないから、別にネタバレもクソもないから。
16分8秒、多分これだろうな。ノーディ、ディノスキップってのがあるから、多分これだろうな。ジャンプしただけだ。シャバい。The unknown is frightening.おちゃんとこれあれ WASD のあれかジャンプの仕方とかもちゃんとあれか ご教示いただけるんですねこれでプロの動きみたいなのがあプロはこういうコマンドを打ってんだよっていうあまずここでまあここはあれだもんねメスベッドだもんなあんまり飛ばないベッドだもんなこれ It's very hard to make a choice when で、おー、真ん中から行ってる。あ、俺と同じだ、大体。あ、そこ右？あ、そこ知らないルートだな。あ、そっから行くんだ。で、はいはいはい。あ、ここの、あの、うねうね地帯。これ、ねえ、これ辛いでしょ。これ、うわ、うめえ！精密機械、あ、そこはショートカットで登れるんだ。押すだな。あ、そっか。ワイプ逆にした方がいいか、これ。わしはじゃあここで、ここにて。ここにてよろしく頼む。あーで、ちゃんとベッド。メスベッドでその上まで行って。え？何それ？あ、そこにベッドあんの？あ、で、反動で戻って。え？あーで、これトロッコ地帯。あ、トロッコスキップだ。あ、トロッコの途中の、途中下車して、途中乗車して。へー。うわーやっぱここトロッコ使うのはシャバいんだやっぱ徒歩ルート押す徒歩なのかねここはへえでここも使うそっちそんなとこにお知らないう落ちてきたえっはあミスったんだあミスったのかこれ改善の余地ありかおはうわこの車両ラストのとこまで飛べるのかえ？あ、位置調整？あれ？位置調整したの？あ、ここまで来れるように座標変えたんだ。すげえ。へえ。すごい、これお前がプレイしてんの？あ、確かになんかそう見えてくるな、これ。馬ぶれる。こうやってさ、適当に。こう。これちょっとうまいやでもダメださすがに申し訳なさすぎるプレイヤーに申し訳なさすぎるわハイエナあでもここは同じあこの動きあ同じ同じでここはあの右側の細いとこ行くのかねこれ同じ同じ同じああまずこうしてここあやっぱここが最短なんだ走れるのそこやるねオスだねえどこ行くどこ行くねあ、そんなところにベッドが。あ、なかなか、あ、何ここ？え？ベッドラッシュ！ベルベットルームだ。あ、ここまで飛べるんだ。あ、これでもう改札のところら辺まで行けんのか。改札っていうかあの工事現場か。あ、え、何そのグローリング。あそこ階段ベッドがあったんだ。マジか、すげえ。オスベッドルームだ。だってあれ、あの、俺が最後の、あの、青いボタン連続でジャンプするやつの上位互換みたいな感じだもんな、あそこ。普通に無理だわ。お、どっち行く？このじゃ、お、これ、俺、これ、俺と一緒だよ、多分。俺、これでさ、あの、ね、塔にぶつかる？あれ、塔ね。あれ？あ、違う。別の、あ、あれ？あ、違うわ。これで山田、あ、そっちまで行くのかあ、何それ、引っかかってない。あれ、こっから行けんの？すげえ、なんかもうすべてがちげえわ。目に映る景色すべてが美しい。え、オスドローン？あ、ドローンですよね。そりゃ RTA ですから。はい、トントン、早い早い早い。はい、もう直行でドローンでどこまで行くんだっつう話よ、これ。すごい、なんか俺視点移動しようとしてずっとできてないの。そりゃそうだよね。これ YouTube の動画なんだから。やばいわ。なんか俺がここにの世界にいた気になってたわ。え、で、ここで終わって、どっち？え？
何え、でベッドに、な、何が起きたか分からん。いや、待って、ビデオ判定、ちょ、待って、何が起きたかマジで分からん。羽に捕まってたよね、今プロペラの。でもなんで前見なくて捕まれるの。ほら、前見てねえじゃん。何それ。あ、もう回る。あ、もうプロペラの回転読んでるんだこれ。プロペラがこれぐらいにしがみつける位置に行きますよって。わ、すーげえ。で、ここは一緒だ。ここは一緒。ここで一気に行くよ。これ一気に上がって、え、そこ行くの。え、あれ感性使って、え、何それ。え、それでさらに上まで行けんの。あ、すり抜けた。なんですり抜けるんだよ。頭ぶつけろよ。なんだこれ、すごいことになってきてるね。あー、でここ、あれ、なんかちょっと道変わってるこれ。あれ、いや、そんなことないか。お、でーん。あー、そこにベッド。あ、なんかあった気がする俺。で、ベッドちょっと感性つけて、あ、でもここ目、あー、もう観覧車エリアに来たんだ。で、観覧車エリアで、あ、そっちの方が早いの。え、観覧車スキップまさかの。え、で感性つけて、あ、何、木の枝で今ね、木の枝で軌道修正した。え、そこまでいけんの。あ、はぁ、すげえ。わけわからん。ああ、もうプロは観覧車使わねえんだよ。どう、いや、これやるのもすごいけど、よくこのルートを開発できたな。あそこはもう飛ばしちゃっていいんだ。まあ、ここはそんな変わらないだろうな。で、これで戻って、で、反転して、あ、一気に行くんだね。あ、そっち、あ、届くのね。あ、で、さらにベッド降りてね。あ、どこ、あ、怖い怖い、歯茎が、歯型が、入れ歯ちゃんが、入れ歯が取れちゃう。で、さらに、お、ここも感性で。あ、聞き、あ、俺ここ行ったことある。これでどこ行くの。そんなところになんかあるのね、飛び道具が。あ、で、ここで、そのまま上がれるんだ。あの、ウィナースキップだ。ウィナーの場所よりさらに上に行けちゃうんだ、もう。日本、かっけえ。なんだこの後ろ姿。武田しい後ろ姿は。なるほどね。ここはあれか、タツさんイライラタイムみたいなやつか。特にやれることはございませんと。すげえ、本当に同じやつが動かしてんのかこれ。すごいね、ガチで。やべえわ、男の中の男だわ。おお、すごい、西日が眩しい。はい、で、ここでハープが流れて、さあ、ここからどう動く？おお、ちょっとでもね。もうこういうわずかな、ほんの1秒でも短縮しようという心意気。すいません、あの、僕、なんかスローモーション使ってるのが情けなくなってくるわ。あ、ここはこうやって、あ、ちゃんともう登り、よじ登る動作すらもジャンプでキャンセルするのか。すげえなー。で、ここは？まあ、ここは普通か。おお、早いね、移り変わりが。もう隙あらばしがみつかないようにすると。お、出た！致命傷で済む！あれだ、肋骨エリアだ。肋骨ロード。致命傷で済んだ。ここまで何分？ 8 分。カツラ、今何キロ？絶対負けられねえんだよ。え、ていうか、え、あと7分で終わるか？俺ここまで何分かかったと思う？ 8 時間。8時間もっと上まで行ってたから。いや、もう覚えてねえや。あ、俺クリアしたよ。リアルタイムで見れなかったんだ。見とけばよかったのにな。あ、ここは俺と一緒だ。あ、で、ここも、ちょんジャンプして、しがみついて、反転した。
それは知らないな。いや、それは知らない。そんなところにベッドあったんだ。もう研究され尽くされてんな。で、ここで起因して時間の無駄って絶対絶対ここまで今1万2000人見てんだぞ。絶対見てるだろ、みんな。やめてくれよ。もう意地張らなくていいから。俺を承認欲求、あ、すげえ、あ、そっか、もうすぐ降りれるように、もうこの薬指に乗って、あれか、もうその貪欲だな、もうマジで。タイムに対する意識がすげえよ。なるほど、この薬指が一番最初にあそこの学校エリアに到着するのか。貪欲だな。手間の位置神の手間で、どこで降りる、うん、あんま、ああ、それ落ちるぞ、危ないよ。おお、すごい。俺それで2回船から落ちたからな。お前船降りろしょ。え、そっちになんかあんの。あ、そっか、ああ、別、あ、そこにベッドあったんだ。ハリポタまで行けんの、そっから。いいベッドだな、それ。教えてよ、みんな。マジかよ、ここでハリポタエリアまで飛べるのか。めっちゃ短縮になるじゃん、これ。あ、ここは、まあ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 、まあまあまあ、ここはまあまあまあ、おお、視点移動もうまいね。こうぐるぐるぐるってね。あ、そこ一気に行っちゃう。やるね。あ、そこ一気に行っちゃうか。で、もしかして、あ、一気に行っちゃうか。オスだな。もう落ちるかもとかないんだろうな、もう。だってここまでさ、いいペースで来てたら手震えん？よく手震えないな。あ。いや、オスだ。すげえ。で、ここは？はい、普通に。あ、そっちの方が早いのね。青のあそこ行くより。あ、そこ直接行っちゃうわ。オスだね。ちょっと足りなかったら真っ逆さまよ、そこ。え、何？あー、なるほど。確かにここちょっと登りづらいもんな。確立されてるんだ。この前向かないで渡れるのが意味わかんない。なんで前向かないの？向いてもいいんだよ、全然。その視点移動すらももう時間の無駄って感じか。すげえな、メンタルが強すぎるよ。すごいよ、あっちゃん、すごすぎるよ。で、あ、このベッドは俺もお世話になった。お世話になったけど、なんか違う使い方そう。なんだ、やめてそれ、それ怖い。何してんの、どこ行くねん。あ、感性利用して。は？あ、そこにベッドあって。あ、一気に満勢浮くんだ。直満勢。あ、直で行けるんだ、それ。すげえ。で、はい、入れ歯を見せつけると。これやめてね。普通に怖いから。普通にやめてほしい。遊ばないで。この許された時間で遊ばないでほしい。グロい。普通にグロいわ。で、俺、今、右下に地球割れでしょ。ああ、俺で隠れて見えねえや。さ、土星みたいな輪っかのとこ。俺、中心に落ちたことあるからね、一回。あの時は辛かったな。やばいな。お、見えない。ここは、あれか。なんか、なるほどね。RTA 勢は、こういう、なんか、暇な時間でいかに見せるかみたいなところが。え？嘘だろ？何してんの？え、これ、あ、目が痛い、目痛い、なんだよ、それ。スクリュードライバーだ。なんだよ、それ。それ、バグじゃないの、今の。ケツワープか、今の。マリオ64とかである。すごいな。でも、感性を利用してるから、バグじゃないのか。わかんない。今なんかあれでしょ？その、力をチャージしてたんでしょ？力をチャージして、で、その溜めた分を推進力にして、ブーンって。なるほどな。あ、これ見せてもらおうか。1、2。違う、なんか違う。どこ行く？あー、で、ここでやっぱシャンパンルートか。木の枝使わなくてもいいんだ。
急に FPS を。何か企んでます。ここでカクカクにする意味とは。は？え、そんないけんのそれ。おかしいおかしい。お、ピザスキップだ。あれ 2段ジャンプ、2回、あ、2回飛んだんだ。全然目で追えなかった。やむちゃしてんな。さすがにやむちゃしてんだな今の。何が起きたか分かんなかった。あ、でこれで FPS 戻して、へえ、でもなんかもううまいプレイ見てるだけですごいなんかほっこりするわ。いや別になんかタイムがどうこうとかじゃなくて、もう13分でも16分でもどっちでもいいけどさ、でもやっぱこんなうまい人がいるんだなっていう、うん、いやもううまいプレーを見れてるだけで俺は幸せだよもう。別に別にだってなんだろうな、なえるなえない言われても、ちょっとワイバンワイバン危ないよ。え、あ、乗れるんですか。ドラゴンに乗るワイバン。どこ行って。は、今何分だ。あ、ワイバンのね、ワイバンの翼の力ってこんなに限界突破してんじゃん。で、はい、お疲れ様でしたと。へこの後に俺が出てくるんすわ。マジか、ワイバン味方だったのか。いやでも、いやーでも楽しかった本当に。あ、うん、いや楽しくなかったわ全然、ごめん嘘ついたわ。あ、全然楽しくなかったけど、あの今このなんだろう、肩の荷が下りたっていうか、いやマジで俺本当にやめようかと思ったんだよ普通にね。普通に諦めようと思って、そのままもうなんかうやむやにして、何もなかったように次のゲームやってやろうかなってもう思ったんだけど、いや、よかった。普通に本当によかった。ああ、よかった。